はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。これっていうかね、あの、日本のメディア。もう日本のメディアにはもう呆れ果てました。いやー、ひどかった。ちょっとね、怒りで少し震えがきました。はい。どこの番組で怒りが、で怒りで震えが来たのか。はい。えっ、ー、とね、えー、テレビ朝日の、えー、報道ステーションです。テレビ朝日の報道ステーション。これ10日の夜でしたかね。あの、テレビ朝日の報道ステーションでね、はい。この日ね、ちょうどね、えっ、ー、とね、台湾を、台湾をアメリカのアザー長官、はい、交官がね、訪ねて行ったんですよ。そして、あの、 あの、コロナウイルスなんかに関してお話をしたわけです。はい。台湾をアメリカの高官が訪ねました。で、それを威嚇するかのように中国が絶対に許さないっていうことを言ってました。はい。これ誰が悪いんでしょう誰が悪いんでしょうはい。日本人目線で見たらどう考えても中国悪いよね。中国がおかしいと思うよね。はい。これをね、えー、テレビ朝日、テレビ朝日の、テレビ朝日の報道ステーションはこのように報じました。台湾には自粛を求めたい。信じられます台湾には自粛を求めたいって言ったんですよ。 これどこ目線でしょうこれはどこ目線でしょうはい。世界195カ国だけ。はい。世界195カ国があるけれども、このね、台湾に自粛を求めたいと思ってる国はただ一つ。はい。中国だけですね。はい。中国だけなんです。はい。中国共産党だけなんです。はい。台湾に自粛を求めたくて求めたくてしょうがないのは、はい。中国だけなんです。はい。え、テレビ朝日、一体どこのメディアなんでしょうかねえ。テレビ朝日は一体どこのメディアなんでしょうかねえ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 。 もう一回言いますね。もう一回言いますね。はい。中国は、でも台湾を支配したくてしょうがない。そのためにはアメリカと日本が邪魔で邪魔でしょうがない。はい。その台湾をアメリカの高官が訪ねました。アザー長官ですね。アザー長官が、はい、台湾の総統、総英文さんと、えーもう、もう、もう、コロナウイルスをか、をはじめとしていろんなお話をされたみたいです。はい。これ、これがね、この行為が、この行為、日本としては、うん、あの、日本としてはね、当然台湾を守らないけいと、いけないと思ってるから、当然素晴らしいなと。だってこの間さ、あの、日本の元総理の、森元総理が、ね、 あのー。 李登輝さん、李登輝さん、あの、伝説の伝説の政治が李登輝さんの葬儀に参列をしたところでしょうん。やっぱり日本と台湾というのは仲がいいんです。だから日本もアメリカと協力して台湾を守らないといけないんです。はい。で、それが気に入らない、気に入らないのは中国なんです。だから中国は、あのね、えー、台湾の、台湾の、えっ、ー、と、領空に、領空にこの間戦闘機を飛ばして威嚇をしましたよね。はい。それが中国という国なんです。だから、えっ、ー、と、アメリカと日本と台湾が、えー、仲良くするのはすごく嫌なわけなんですよね。中国はね。はい。で、これはどこ の目線これはち当然中国の目線中国の目線なんですはいでえー、でなのにも何にもかかわらず日本のメディアのはず日本のメディアであるはずのテレビ朝日さんは「え報道ステーション」でこう言いました台湾には自粛を求めたい何の自粛を求めるのはいアメリカの交換を招いたりえ海外の交換を招いたりするそういうことをやめてほしいって言ったわけですねなんでそんなこと言うのテレビ朝日、ね、なんでなんでいやほんと答えてよなんで なんで台湾に自粛を求めるの自粛を求めるのは中国でしょういや、あなたたちはどこのメディアなんですか いやー、呆れ果てた。呆れ果てましたね。はい。でね、でね、えっ、ー、とね、こんな感じでね、えっ、ー、とね、テレビ朝日がおかしいっていうのもあるけれども、ただ今ね、中国が、中国が、あのね、国安法を使ってね、あの、香港のあ国家安全法だっけ、うん、を使ってね、えっ、ー、と、海外のメディアに圧力をかけてます。例えば海外のメディアは香港に入って、香港のね、あの、デモ活動をやっている人に取材をすること自体がめちゃめちゃ厳しくなってます。もしその取材をしてしまうと、えー、香港警察に海外のメディアの人間がとっつかまって なってしまう可能性が高いんですなんなら捕まえることができる法律が国家安全法なんです国安法なんです国家安全維持法ですね国家安全維持法なんです香港のもう一回言いますねこの香港の国家安全維持法国安法っていうのは、はいえー、海外のメディアが香港でデモをやってる人に取材をするだけでおそらく先動した罪と。 先導者罪として、が、海外のメディアを捕まえることができるんです。こういう方法を使って、あの、香港の正確な情報が海外に可能な限り漏れないようにしようっていう、この中国の政策。はい、中国の政策。だから、中国はね、あのー、香港の実情とかね、中国がやろうとしてる実情が海外にできるだけ漏れないように、海外のメディアに圧力をかけてるんです。で、海外のメディアにはなんて報じてほしいのか。はい。台湾は自粛をしてほしいとかね。 香港の人間はもう冒頭起こすのはやめてほしいとかね。アメリカは中国を挑発するのはやめてほしいとかね。台湾は、えー、中国に逆らうのはやめてほしいとかね。こういう報道をしてほしいんですよ、中国っていうのは。そして、その報道の通りにね、報道する国なんかどこにもないと思うわけですよね。普通思うよね。はい、あったんですね。あったんですね。日本のテレビ朝日、日本のテレビ朝日の報道ステーションが台湾に自粛を求めたいって言ってたんですね。 いやー、日本人であることが恥ずかしくなっちゃいますね。本当にね。もうね。自由主義国主義のさ、自由主義国のさ、各国に顔向きができませんね。テレビ朝日なんかあると。どうにかならんかな。はい。というわけでね、そういう実情ね、書いた記事を見つけました。これはね、絶対に読んでおきたいなと思いました。これは読んでも記録に残しておきたいなと思いました。あの、マスコミの皆さん、心あるマスコミの皆さん、もうテレ朝はいいや。もう、心あるマスコミの皆さん、中国に負けないでくださいね。 中国に負けないでくださいね。今、日本っていうのはまだまだマスコミは、ね、コロナのことばっかり報道して、尖閣のこともろくに報道しないし、香港のこともろくに報道しないし。でアグネス・ショーさんとかさ、ちょっと可愛い子が逮捕されたら視聴率取れるからちょっと報道するとかね。もう,もうちょっと、もうちょっといろいろね、日本の将来のことを考えてね、番組を作ってください。お願いします。まあ、もう日本のマスコミの方が読んでいることを信じて、この記事読んでいきたいなと思います。はい。香港。 えー、女神逮捕日本メディアに危機感はあるのかでも実際ね危機感があるとは思えないんだけどね、えー、香港の、えー、民主化運動の女神女神、えー、アグネス長氏が、えー、国家安全維持法違反、えー、国安法で逮捕された、えー、翌日捕捉されたとはいえ容疑が明確でなく中国の弾圧ありきが透けて見えるしかも国安法で海外メディア、えー、外国メディアにも脅しをかける始末ただこうした中にもかかわらず中国と同じ目線で相手をしようとする日本のメディアや指 もうこれは信じられない。信じられない。はい。えーえー、アグネス・長子氏ね、これ、あの、シュ氏っていうふうにこの後の文章出て,出てきますね。はい。だからちょっと、シ停止氏と言いますね。はい。終ュ氏の逮捕でも、えー、日本のメディアの中国幻想は消えないらしい。まだまだ頭はお花畑だらけっていうことだね。はい。で、中国の狂気は拡大するばかりである。香港警察は8月10日夜。香港の民主化運動の象徴ともいえる習定、終、え、ュ、ー、アグネス・長子氏を、 えー、香港国家安全維持法、国安法容疑、違反容疑で逮捕した。収氏はここ数日、香港郊外にある自宅周辺で、不審な人物が多数いることを Facebook 上で伝えていた。すでに警察の監視下に置かれていたのだろう。 香港の新聞会で国際的にも民主化運動の広がりに寄与していた貧歌アップルデイリーを発行するネクストデジタルの創業者ジミー・ライ氏や同志社長ら少なくとも9人がやはり同胞違反で逮捕された矢先だった。はい。習氏も Facebook で今日アップルで起きたことは将来また起きるかもしれませんと書いていた。自身への波及を予知していたのかもしれない。あ間違いなく予知してたんだろうね。翌日の11日夜になって警察は習氏を保釈。 したえー、えー、とこのはジミー来来志も近く保釈される見通しだという警察署から出てきた習氏は会見を行いパスポートを没収されたことを明らかにしどうして逮捕されたのか全く理解できない政治的な弾圧だと語ったただし習氏や来氏の、えー、逮捕容疑の詳細はいまだ不明である国安法が成立と同時に施行されたのが6月30日のことだそれ以来両氏に目立つ政治的な活動はない香港信 によれば、来市については国安法第29条に禁止されている外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えた与えたという、えー、容疑だというしかし多くの報道や記者たちが指摘をしているように来市にも州市にも、えー、国安法を施行後容疑に該当する行為はない 疑いがあるとすれば、ただ一つある。国安法は施行以前の言動を対象としていないが、法的を恣意的に、つまりデタラメに援用した疑いが、香港警察自体に生じる。はい、もう間違いないですよね。中国、もうお手の物ですね、こういうのはね。うん、えさらに言えばえ、そのように香港当局を行動させている中国政府の意思そのものが違法である。つまり、つまり、え罪を犯しているのは中国政府自身なのだ。この場合の法とは、国安法のような陳ケな法律を意味していない。国際社会で通念として受け入れ,られる 言論と表現の自由を守る表である。 でも一応、釈放されてよかったね、ほんとね。<laughs> おそらく、今後はかなり拡大解釈が行われ、収支らの容疑がでっち上げれるだろう。注意しなければいけないのは、国安法の適用は海外で活躍している他国民にも及ぶところだ。信じられないよね。何他国民に絞ろうとしてるのもうほんと中国で無茶苦茶な国だね、うん。特にメディア関係者や言論人に危害が及ぶ可能性がある。危害の可能性があること次第、海外メディアや言論を萎縮させる効果につながる。 中国の狙いが世界のマスコミへの牽制であることは疑いようがない。 ジャーナリストの福島香織氏は自身のツイッターでこの点を的確に指摘している。中共の同活の相手は私たちメディアということだ。海外、えー、外国記者たちは今後、香港の市民からコメントを取ることすらブレーキがかかる。取材を受けたことを先導するとすることは、海外メディアに対する、外国メディアに対する同活だ。中国や香港のメディアだけではなく、外国メディアもコントロールしようということだ。はい。こういうことなんです。だからメディアの皆さん、負けないでほしいんです。はい。 そして、今回の習氏らの逮捕は、米中対立の高まりを受けた対応でもあるだろう。トランプ政権は今月7日に、キャリー・ラム、キャリラム行政長官を含む香港政府高官や中国共産党幹部ら11人が米国内に有する資産凍結と、米国人との取引を禁止する制裁対象に指定した。これに対して中国側もアメリカ上院議員や国際人権団体代表ら11人を制裁対象にしたと発表した。習氏の自宅周辺に警察官 関係者とと思わししき連中が姿を見せたタイミングとも符合している、えー。郵便学者で国際的なプロパガンダ国家利益のための情報利用にも詳しい内藤洋介氏がブログで指摘しているように習氏らの逮捕はまさにアメリこのアメリカに対する報復の延長線上にあるのだろう、えー、さらにトランプ政権は台湾にアザー厚生長官を派遣した、えー、アメリカ閣僚の訪台は6年ぶりとなる新型コロナウイルスの抑制で目覚ましい実績を挙げている台湾との情報交換が表向きの理由でもあるだがも もちろんアメリカ側には南シナ海や尖閣諸島、そして台湾に対して軍事的脅威を強めている中国への牽制が思惑にあることは明白である。はい。これはもう完全明白だね。うん。で、中国側も共産党系メディアを通じて、アメリカへの批判をエスカレートさせ、中国空軍も台湾空域に侵入して威嚇を行っている。もちろん、尖閣諸島への連日の中国の侵入行為や、これから懸念される中国の民間漁船を利用した違法操業カードも忘れてはならない。 全ては連動しているのだ。香港、台湾、尖閣がバラバラに進行しているのではない。また、周氏らの逮捕は、香港の言論弾圧だけではなく、福島市の指摘のように、海外メディアの報道の自由を危うくさせる手段でもあるのだ。これは本当に危ないことだよね。せっかくのネットメディアで情報がいくらでも拡散できるのに、その取材自体を絶対にさせない。それが、この国安法なんだね。 ところが、ここで驚くべき、驚くべき認識に境遇した。こ,れここだよ、ここだよ。テレビ朝日が中国に屈した瞬間だよ。10日夜のテレビ朝日系報道ステーションで、アザー長官と蘇総統との会談を報じた時のことだ。米中の緊張の高まりを報じる映像の後で、レギュラーコメンターがまず、はい、レギュラーコメンテーターがまず、台湾に自粛を求めたいと発言したのである。台湾に自粛を求めたいと発言したのである。中国の方なんですかね。 すぐに付け足すように、えー、米中台の自粛と言っていたが、台湾への自粛を求める発言が優先して飛び出すことに筆者は何より驚いた。はい、熊さんも驚きました。もうね、中国目線なんだよ、完全に。日本のね、マスコミは。マスコミはもテレビ朝日は。 このような自粛発言こそが中国政府が最も外国メディアに求めている姿勢だろう。はい。その中国め中国政府が最も海外メディアに求めている、求めているその姿勢にテレビ朝日は従ったわけです。はい。また、法捨にも、先日のように台湾、香港、そして尖閣諸島、尖閣問題が全て連動していること、それだけではなく中国の対外工作がいよいよ過激化していることに対する問題意識が希薄なことは明らかだ。明らかです。はい。もうこの発言してしまったことを法 まだ心が残っているんだったら恥じてください現在インターネット上では、えー、フリーアグネスのハッシュタグをつけた抗議活動が盛り上がっているもちろん抗議はどんどん行うべきだろうだが他方でそのハッシュタグ運動を進めている日本国内のリベラル言論人の多くに対しては何とも薄っぺらい気がしならないそのリベラル仕草とでも言うべき人たちは中国政府が我々と同じ価値観や政治観に立脚していると思っているからだそんなことを思ってる人がいるんですよねっ 驚くよね。<laughs> 中には、大国としての自覚を中国政府に求めているリビラル系の指揮者もいるが、本当に愚かしいことである。中国の大国家は、貪欲な金への思考と、先制的な振る舞いへの傾斜、その意味での大型化というだけだ。だから我々と同じ価値観における振る舞いを求めるような合理的説得は幻想でしかないんです。 幻想でしかないんです。本当にその通りだと思います。これから中国政府は対外プロパガンダ工作をさらに推し進めていくことだろう。ネット上の工作もあるだろうが、警戒すべきは、官庁や大学などを通じた言論弾圧行為である。中国政府に対する批判を差別的な行為として自粛や禁止する動きが最も警戒される。これね、大学でも始まるだろうし、高校、中学、小学校でも同じようなことが始まる可能性ありますよ。公職追放された人種の後釜が今の教師たち。 いいいうのを忘れてはいけないよ、はい、この点については、盆、えー、休みなどを利用して、ぜひ書籍をまず読まれることを期待したい。はい、これでね、なんかね、この本読むといいよというのを挙げてくれてるんですよ。1つは福島氏が訳した経済学者でジャーナリストの加西連氏の中国の大プロパガンダだ。これは、えー、中国の対宣伝工作の歴史と手法が詳細に綴られている、これはちょっと面白そうだね。うん、でもう1冊は評論家の江崎、えー、道郎氏の「インテリジェンスと保守主義だ」だ、はい。この江崎氏はインテ イリジェンスの重要性を強調してきたあ分この分野のえ第一人者である本書には中国対中国に対しても戦争は宣伝戦から始まるとして多様な視点から分析を行っているこれからの日本国内の政策を考える上で必見の人だろうこれはでも今読んでおきたいねこれから間違いなく間違いなく宣伝戦が始まるんで間違いなくこれ始、ま、もう始まっていると思うけれどもだって、えー、外国メディアに対する圧力なんてもうまさにそういうもんじゃんまさにそういうもんじゃんねこれはちょっと読んでおいた方がいいのかもしれないね <laughs> え最近の経済学の研究では、対立する主張やフェイクニュースの類が出てくると、本当は正しい情報だろうが、フェイクニュースだろうが、多くの人はどちらにも会議的になってしまうという。つまり情報を操るプロパガンダが強まるほど、人々が真実にアクセスしづらくなる可能性が高まる。これを会議的無差別と呼んでいる。はい。実際ね、フェイクかどうかのね、あの、差別ってね、一般人はなかなかできないんだよね。クバさんなんてなかなかできないさ。そうなってしまうと、真実のニュースですら、本当なかなか信じがたくなってくる。 っていうね。こういう状況が起こるんですよね。これはまずいよね。で、幸いにも中国に対する会議的に無差別の状況に、日本の世論はまだ陥っていない。だからその危険性は日増しに強まるだろう。おそらくこれから対中国に関して、日本の言論や世論は、決定的に深刻な局面を迎えるに違いない。本当にそう思います。その時にブレない軸を持つことが重要です。はい、これ、我々ね、市民がね、こういうね、ブレない軸を持つことが重要ということです。はい、今回挙げた福島市や内藤市、江崎市らの著者や発言を参考にして、そこからさらに自分たちの目でこれからの事態 読み解いていくことを読者の皆さんに強くお願いしたいという、えー、記事でございましたこれどうでしょう熊さんこの記事むっちゃくちゃ参考になりましたむっちゃくちゃいいと思す。めちゃくちゃいいと思いましたほにもう問題はここだよ本当にここだよあのねもうもう本当ね地上波見るのやめよっかもうこうなってくるとねもう見ない方がいいっていうレベルになってくるよねこれどうです台湾に自粛を求めたいっていう日本人がいるわけですよ信じられます あの離島輝さんが作って、が、対中、あんなちっちゃい国であるにもかかわらず、ね、対中国に、もうめちゃくちゃもう頑張ってるあの国だよ。日本とアメリカが協力して何としても救わないといけない台湾ですよ。その台湾に自粛を求めたいと。違うだろう。戦闘機をぶっ飛ばしてきてる中国に自粛を求めるのが日本としての立場でしょ。そうじゃないのもうね、絶望だわ。テレビ朝日の少なくとも報道ステーションにはもう絶望だわ。本当に。 恥ずかしいよ。恥ずかしい。もうたまんないね。これが日本のメディアなんだよ。もうたまんないよね。もういいや、もうテレ朝の話は。もうとりあえずこんな形でね、あの中国っていうのはもうあの外国メディア、外国メディアに対してもう強力な圧力をかけてきます。はい。取材をしただけ。香港で取材をしただけで下手をすると逮捕。そんな状況です。だから、気骨、でもね、気骨のある、気骨のあるね、マスコミの方々いらっしゃいますよね。 戦場に自分から望んでぶっ飛んでいくくらい、きこつなる人もいるわけですよ、日本のマスコミは。全員バカじゃないからね、日本のマスコミって。だから心するマスコミの方は、ここでね、負けないでほしいと思います。負けないでほしい。熊さんだって単にねあの、みんながね、あなたたちが書いた記事をね、読んでるだけだよ。読んで勉強してるだけだよ。何もできないんだよ。でも、マスコミの人たちは、取材に行けるんですよ。取材に行けるんですよ。すごいよね、すごいよね。熊さんも行けるものなら行ってみたいけどね。うん。はあ、頑張ってね、マスコミ、日本のマスコミ。 もうテレ朝のやつらは聞かなくていいよ。テレ朝は聞かなくていいよ。やっぱやっぱテレ東とかね、テレ東とかね、やっぱテレ東とかね、産経の人とかね、頑張ってほしいと本当に思うよ。もう日本の、ね、心あるマスコミは、ね、もう数が限られてる。よく分かった。よく分かった。もうテレ朝の,この法制の情報、報道でね、まさかこのタイミングでこんな報道するんだと。 少なくともこのアグネス・チさんのさ、逮捕でさ、あの中国政府には自粛を求めたいくらいのことは最低限言えよ。自粛どころかもうやめ、やめろって言わなきゃいけないところなのにさ。その報道を差し置いて、その報道を差し置いて、台湾に自粛を求めたいって言いちゃう神経ってすごいよね。いやーもう契福するわ、本当びっくりだわ。もうテレ朝にはびっくりだよ。はい。 でもね、もう海外のメディア、も負けないでくださいね。あの、クマさんたちにね、正しい情報を頑張って伝えてください。本当に。これが中国のやり方なんです。これに屈してはマスコミじゃないんでね。あの、テレ朝以外のマスコミの方々、頑張ってください。ということで、えー、もうクマさんの動画終わりたいと思うんだけど、こういうね、もう許せない。日本のマスコミのこの弱腰というか弱腰ところの話なんよね。これはもう完全に日本に対する反逆に近いよね、これはね。 台湾に自粛を求めたい。はい。こういうね、見逃せない発言をね、目にしたときはね、どんどん記事にしていきたいなと思っておりますので、今後とももしよろしければ、くまさんのチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。え、こんな感じで、えー、ね、クさんの動画を今日は終わりたいと思います。はい。テレビ朝日、反省してください。はい。あなたたちは、え中国のメディアなんですかはい。中国のメディアが、中国政府がね、報道してほしいなと思う通りのことをあなたは今回報道してしまいましたね。最低です。軽蔑します。はい。というわけでくまさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。